はい、どうも皆さんこんにちは、ゆうきです。今日はですね、流し撮りというか撮影に必須アイテムのメモリーカードの話をしていきたいと思います。でメモリーカードって、大体普通の方が思い浮かべるのって SD カードだと思うんですけれども、このミラーレス一眼とかってね、その SD カードだけじゃなくて、こういうCF エクスプレスカードっていう、ざっくり言うと SD カードの強い版みたいなカードが存在するんですね。でこの CF エクスプレスカードを使うと、もう撮影が劇的に快適になるので、今日はこの素晴らしさを解説していきたいと思います。まず今日の動画では1つ目に SD カードと CF エクスプレスカードの違いを説明します。2つ目に、おすすめの SD カードと CF エクスプレスカードの紹介で、3つ目に CF エクスプレスカードを使う時の注意点を説明していきたいと思います。で本当にざっくり言うとですね、この CF エクスプレスカードっていうのはもう SD カードの強い版と思っていただければ大丈夫です。で今画像を出していると思うんですけど、僕が最初使ってた SD カードがこれで V30 とか 170MB とか書いてると思うんですけど、これがそのメモリーカードが持っている書き込みとか読み込みの速度なんですね。でこの数字が上がれば上がるほど性能が高いメモリーカードっていうことになります。SD カードの中でもこのスピードにランクがあって、さらにその上を行くのがこの CF エクスプレスカードです。流し撮りする時って基本的に連写ですると思うんですけど、この SD カードの性能が低いとバッファ詰まりっていう、途中で連写ができなくなっちゃうんですね。なので流し撮りする人はできればこの CF エクスプレスカードを使った方がいいかなと思います。では実際にメモリーカードの性能が足りなくて撮影ができなくなるってどういうことなのかっていうのを見せていきたいと思います。でこれがカメラの画面なんですけれども、まず撮影するとどういうフローでデータが SD カードに書き込まれていくかっていうと、カメラで撮影します、それをカメラが処理します、それを SD カードに書き込みますっていう順番でデータが書き込まれていきます。で今から連写していきますね。この左上に注目しておいてください。わかりますかね、この数字が減っていくっていうのを。この右に残ってる数字がまだメモリーカードに書き込みを終わっていなくて、カメラにバッファが溜まっていってるという状態になります。正直10枚ぐらいだったら全然大丈夫なんですけれども、ちょっとバッファが詰まるまで連写していきますね。わかりますかね、これもうこれね、 SD カードの書き込みが追いついてなくてシャッターが切れなくなってるんですよね、この13、12とかで。今見てる感じだとこの α7-4 だとだいたい15枚ぐらいがバッファ詰まりの限界みたいですね。なので流し撮りみたいにくるくるまくるくるまを常にカシャ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 って撮っていくような撮影方法だと、このバッファ詰まりが起きると撮影機会を失っちゃうんですね。シャッターを切りたくても切れないっていう状態になるので、これがめちゃくちゃもったいないんですね。なので高性能なメモリーカードが必要っていうことになってきます。高性能なメモリーカードを入れていないと、せっかく高いカメラ買ったのにカメラの性能を生かしきれないっていう残念な事態になってしまうので、メモリーカードは地味な出費なんですけれども、いいやつ使っておいた方がいいかなっていう感じですね。で、ざっくり SD カードの性能が低いと、起こりうる悲しい状態っていうのがさっきのバッファ詰まりっていう現象で、もう撮影もできてカメラ的にも処理終わっているけれども、 SD カードの性能が低くてどん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 データが溜まっていっているっていう状態です。バッファ詰まりの説明が終わったところで、今度はおすすめの SD カードを紹介していきたいと思います。今日撮影している日が、Amazon のプライムデー先行セールとかで安くなっているので、こういうセールの時にメモリーカードとか消耗品は買っておくといいかなと思います。でまずおすすめするのが、お金にも余裕があって、安心感を求める方は、純正のメモリーカードを買ってもいいのかなと思います。ただめちゃくちゃ高いです。ソニーから出てるタフシリーズっていうやつとか、SD カードも CF エクスプレスカードもあるんですけれども、とにかく高いです。でその次におすすめなのがプログレードっていうメーカーが出してるメモリーカードです。これ SD カードもあって CF エクスプレスカードも出してます。でこのメーカーは結構実績もあって、プロの方が使われてたりだとか、使われてる方が本当に多いんですね。なのでとても安心できるメーカーだと思うので、値段は純正よりかはちょっと落としたいけれども、安心感が欲しいみたいな方におすすめできるメモリーカードのメーカーです。で最後におすすめしたいのが、僕も使ってるこの、映るかな、レクサーっていうのかなっていうブランドなんですけれども、ここもメモリーカードとか CF エクスプレスカードを出してます。
でこのメーカーめっちゃ安いんですね。120GB だとアマゾンの先行セールで1万3000円ぐらいで買えるので、もうこれ CF エクスプレスカードとしてはめちゃくちゃ破格の値段なんですね。これはマジでセールの時に買っといた方がいいと思います。でネットの評判的なものはまだそんなにプログレードほどは数は出てないんですけど、まあ、僕も何ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいがっつり使ってみて、何枚ぐらいやろ、多分もう1万枚ぐらいは撮ってると思うんですけど、まあ写真撮って消して写真撮って消してっていうのを繰り返していて、てただ1回もなんか不具合とか起きたことはないので、まあ、これはとりあえず CF エクスプレスカード買ってみたいよっていう方にはすごくおすすめできるカードかなと思います。この CF エクスプレスカードっていうのは2タイプあって、 A タイプ B タイプってあるんですけれども、まあ、ソニーのカメラ使っている方は A タイプ、キャノン、ニコンは B タイプが採用されていることがほとんどです。この CF エクスプレスカードが使えるカメラっていうのは限られているので、そこもしっかり自分の使っているカメラが使えるかどうかを確認してから購入してください。でこの CF エクスプレスカードからデータを読み込むには専用のカードリーダーが必要だったりだとか、別で付属品が必要になるので出費がかさむんですけれども、まあ、撮影時の快適だとか撮影機会を逃す逃さないっていう重要な要素になってくるので、ここら辺はまあ、もったいないし気は進まへんけれども、お金をしっかりかけてもいいのかなって思います。では最後にですね、この CF エクスプレスカードを買ったはいいけれども設定を正しくできなかったがゆえに性能を生かしきれないっていう残念な例を紹介したいと思います。これが設定画面なんですけれども、だいたい CF エクスプレスカードを差し込めるカメラっていうのはダブルスロットになっていることがほとんどです。 CF エクスプレスカードを2枚させるパターンと、1枚だけさせて1枚、2枚目は SD カードとか、そういうパターンもあるかと思います。でこの α7-4 は1つ目のスロットに CF エクスプレスカードをさせて、2つ目のスロットには SD カードしかさせないんですけれども、で現在 CF エクスプレスカードと SD カードを差し込んでいる状態なので、連写していきますね。連写していくと、もう正直無限にシャッター切れちゃうんですね。永遠にバッファ詰まりを起こさないというか、まあ、永遠は言い過ぎかもしれないですけど、これだけシャッターを切っても全然大丈夫っていう感じなんですけれども、これ設定を間違うとこうはならないんですね、せっかくカード入れてるのに。でどういう設定かっていうと、今スロット1の CF エクスプレスカードにしかデータを書き込まないようにしてるんですけれども、これ設定を例えば振り分け記録って言って、 CF エクスプレスカードにはローデータを記録して、 SD カードには JPEG を記録するっていう、まあ一般的な保険運用みたいな感じなんですけど、これをしちゃうと書き込み速度がこの SD カードに引っ張られちゃうんですね。でこの状態で連写していくと、まあ、JPEG なんである程度は撮れるんですけど、あ、詰まってきましたね。こんな感じで結局バッファ詰まり起こしちゃうんですね。そもそも2枚のカードに書き込むっていうのはカメラにかかる負担も大きいっていうのと、 SD カードの遅さに引っ張られて CF エクスプレスカードの書き込み速度を活かせないっていう事態になっちゃうんで、これは一つ注意してください。当たり前なんですけど、まあ、速度が遅い方を基準にしてしまうって感じですね。まあ、100キロまで出せる車と60キロまでしか出されへん車やったら60キロに合わせてあげないと一緒には走れないよねとか、そういう感じですね。なので CF エクスプレスカードを買ってしっかり連写していきたいときは、記録メディアを同時記録とか振り分けじゃなくてスロット1、この設定にしていくことをお勧めします。はい、いかがだったでしょうか。今日はざっくりとしたメモリーカードの紹介をしたんですけれども、このメモリーカードっていうのはほんまに地味やけれども撮影するには欠かせないアイテムなので、まあ、このセールの機会にでも買い足しておくといいかなと思います。このチャンネルでは流し撮りをメインにカメラとか機材の発信していきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。